まり芸術作品じゃない、まあ、いわゆる商品ですよね、本ってね。大学時代から絵本が好きで、ちょうどその頃やっぱり絵本ブームだ、ね、第一次絵本ブームで外国からいい絵本がガンガン入ってきたね。まだ日本はせいぜい、岩崎千尋あたりしかいなかった、そういう時代ですから、外国からの刺激も受けつつ、絵本を やろうかなと、まあ、最初は仕事がないから暇だし、まあ、何かを作って、出版社でもこう持っていけば仕事が来るかなということでスタートしたんだけど、まあ、その頃にあこれやってみようと思ったのが宮沢賢治だったんですよね。あの読んでましたから、面白いと思ってたんですよね、アンデルセンとかね、グリムとかね、日本で言えば宮沢賢治あたりがもう引っかかったっていうかね、いわゆる子供のお話じゃないじゃないですか、賢治ってちょっと難しいし、可愛くてね、教育的な感じもあんまりないしね、まあ自分が読んで面白かったからやろうとしただけで、子供のために書こうとはあんまり思ってなかった。もちろん子供にも読んでもらいたいから、その手当てをちゃんとね、大人向けにしちゃってるわけじゃなくて、大人も子供も読むようなこう本ができたらいいなと。自分で変えるっていうところですね絵は変えないでしょう、いくら好きでもね、所有できる、それほど高価でなくてね、つまり買ってもらえるってことですね。安くて手に取って、まあ、安いから、そんなにお金持ちなくても手に入る、そういうものを作ればそういうところに行き渡る、しかも賢治のお話も知ってもらえるし、私も、絵が描けると、つまり芸術作品じゃないじゃないっていうか、まあ、いわゆる商品ですよね、本ってね、一面ね、だけどそこにその商品なんだけど、そこに何だろう、本物が渡せるっていうね、だからまあ要は絵画に対して版画みたいなものね、絵は一つしかないけど、版画とかこうやって本物と、これ自身が本物で、そうですね、しかも色付きで絵を描いちゃうと偽物になっちゃうんですよね、複製画だから画集になっちゃうでしょ、そう、これ原画は白黒であるけど、色付きのものは存在しないんですよ、ここにしか存在しないんですよ、まさに版画というか、いわゆる大きな印刷機を使った版画で、しかも版画だから安く、手に入れてそれぞれみんな本物を持っているという、そういうことよね、ナンバリングはないけど クリエイターの人には僕が言うことはないですそれぞれ自分で考えましょうっていうことかな、それぞれ自分で、自分でね、だってそうしなきゃクリエイターになれないもんね、だからそのことがクリエイトなんだから、考えて工夫して、なんか作ることがクリエイトだから、それはあなたがやることでしょう冷たい、あとまああれだね、全く逆だけど真似すればいいと思いますよね、分からなければ、やることが分からなかったりできないと思ってたら、真似する、いいと思った人のことを真似する、絵本を描いてるイラストレーターの絵本から全く同じものを絵の具でね、模写を、
まあもちろんそれでそのままそのスタイルで行っちゃう人もいるんだけど、そうでない場合、そうそう、似たね絵描く人もいるけど、まあそれはそれでいいし、それもそうならなくてもそのことがまあ勉強になるかな。